ですかね。遊園地も。遊園地も。生まれながら分け合って奉公に出された男が主人公。奉公先のお嬢様と恋をして苦労の末結ばれるという物語でございます。古き良き日本の原風景。時は春。今から300年ほど昔の宝永時代のお話にてございます。ここは丹後の国。一緒
急にやらさせてもらいまして、挨拶のことちっとも考えてないんです。大あのこちらの宮城の出身の椿さんのおかげで、こうやってくれてありがとうございました。椿さん。ね、生まれ故郷 の, あの丹後の宮津でこうしてあの舞台ができたこと本当にもう嬉しくてワクワクしながらあのドキドキしながら務めさせていただきました。そしてあの今回はやはりあの宮津出身ということもありまして、幼なじみ同級生の皆さんや生まれ育った新居浜の皆様にももう本当にお力添えいただき、そして黒松会 の, あの皆さんにあの宮津踊り松笠ありがとう踊っていただきまして、もう本当に皆様のお力を貸していただきながらこうして公演ができましたことありがとうございます。そしてまた次回見に来ていただけたら嬉しいです。皆様本当にありがとうございました。ありがとうございます。